さあということで続いてのコーナーはなんとミカちゃんの仕切りでございます。そうなんです。大丈夫です。大丈夫です。ついてきます、うん、本当についてくるだけで大丈夫なので、はい、ついてください、はい、もちろん。今日は何日ですか？2月の13日です。ということは明日がバレンタイン。そう、セイントバレンタイン、うん、ということで、ということで、ね、国立とかバレンタインとかいらん、アフターミー的な、なんか私みたいな感じになったので、うん、今日私が仕切るということで、はい、まず最初みんなが聞きたいこと、私代表して聞きます。はい、シローさんのバレンタインでの思い出お伝えください。お伝えください。したいですか？いや、聞きたい人いると思いますよ。探してみましょう。どうぞ。思い出。でも結構あの本当に。ね、リスナーさんから大人気なん で、もちろんミュージシャンとしても大人気なんで、うん、届くんじゃない？届、うん、いただくことはだ毎年、うん、だから娘に言われますよ、うん、毎年減ってない？あれ、はい、減る一方という。だからチョコレート持って帰ってくるとやっぱ子供喜びますからね。そう、うん、でもなんか毎年減ってきてるよねって、人気なくなってきてるんじゃないのっていう。っていうことはでも人生のピークはいつ頃だったんですか？小学校ぐらいの頃はよく親父の仕事について回ってたりとかしたんで、だからその辺のこう現場の人とかいっぱいこうくれたりとかして、親父と何個もらったかを競い合うみたいなのをしてましたね。あれおしゃれな親子。本当だ、ねね、そんな志郎さんにもどんなそんな、そんななんかいろんな思い出がある志郎さんには、はい、お付き合いいただきいただき、はい、今日は皆さんがためになるラッピングを私が紹介します、ね、マミリンとかほらね、お子ちゃんもちっちゃいですし、うん、柳田さんもお子さんと一緒にやりたい、ラッピングを見せみたい、うん、はい、じゃあ行きましょう。まず最初にお伝えするラッピングはテトララッピングです。テトララッピング、うん、はい、こちらはですね、まずこの小さめの透明の袋を1枚用意してもらいます。そしてその中に何でもいいキャンディーとかチョコレートを 2,3 個入れまして、うん、両端をの口を潰すようにマスキングテープで口を閉じます。そうするとこれ見て、三角形の可愛いテトララッピングの出来上がりです。ああ、そういうことね。そうなんです。もうね、だからこんな感じも逆に締めちゃうといいってことなんです。へえ、これだけでも可愛い、うん、マスキングテープ使ってみてください。マスキングテープまたいっぱいありますもんね、うん、今可愛いの、ね、いっぱいありますね、種類が ね、簡単だ、はい、うん、そして次はランチボックスラッピング、うん、これ100均なんですよ、このランチボックス。これ開けてびっくりしますよ、はい、これ海鮮丼とか入ってませんそれはネタフリというか、それ海鮮丼入れないですよ。本当はみ出てるよ、もう海鮮丼やったら。でも私ぐらいになるとね、うん、はい、開けましょうよくわからんほら、はあ、何、あ、おしゃれ、おしゃれや。そうでしょ、お菓子の先ほどのこのテトラポットを、テトラポットじゃないな、うん、テトララッピングをこの中に入れて、うん、テトラポット入れたらもう大ごたやからね、持てない持てない、大ごたやもうね、知ってる言葉が出ちゃう、うん、ちょっと癖があるんですよ、うん、それを入れたり、松ぼっくりとかお家探してみてください。どこかにあります。松ぼっくりはどこかにある、どこかにある、一つばかりにあるそうそうそう、うん、あとドライフルーツだったり、ね、ここに英字新聞だったり、包装紙、色紙とかをこう入れると、うん、ほらこれでも一つのプレゼントができる探したね、今ね、思いがこもりましたね、うん、でも本当これ全部100円ショップで私も見たことがあるので、できますよね。ほら、ここにも立役者がいる。立役者なんかこうもらう方としてもこうやっていろいろ考えてくれたんだなと思うと嬉しいですよね。本当です、うん、いや、そう思ってもらうと本当にやりがいがあります。嬉しい。さあ、そんなこんなんで、はい、次行きましょう、はい、うん、次は蛇腹ラッピングです。蛇腹、はい、こちら紙袋を1枚用意します、はい、そして紙袋の半分くらいの高さまでプレゼントを入れ、余った部分を蛇腹折りにしていきます。片側ずっと、そして片側の1箇所をホッチキスでパチンと留め、うん、これ1箇所だけでいい。そしてここになんか好きなタグだったり飾りをつけたりすると出来上がります。わー、すごい、もう簡単でしょ。一気に雰囲気変わりますね。そう、これあのお店でラッピングお願いしますっていう時にやってくれるやつじゃない。覚えておいてください。こんな簡単に、あ、はー、これは可愛い。真ん中をこうするとリボンの形になって、またこれもなんか人と分けるといいですね。おしゃれだね。おしゃれでしょ、うん、紙袋だけで OK です。ホッチキスがあればね、はい、あるでしょ。
はい、次、最後はスリムラッピング、これ最後ですよ。気になるな。これ見てください、これ中身を見せるこの可愛さ。あ、お菓子が入ってるのかな。焼き菓子を入れてるんです。これ普通の透明の袋にある紙を探してみてください。ある紙どこかに謎のクイズ。どんな紙でもいいってことですか。そうなんです、そうなんです、どんな紙でもいい。それをくるんとしてパッチンってするだけなんです。お好きなペーパーを持ってきてパッチンして、なんかそのおしゃれなシールとか。そう、うん、売り物みたいですね。でしょ、本当に、うん、でこれお菓子でもいいですけれども、例えばお友達だったらハンドクリームあげたりとか、リップあげたりとか、友チョコとかあるじゃないですか、うん、そういうのにグッとプレゼントまあでも今過剰放送あまりしないような、ね、世の中にもなってきてるし、ね、あのね、放送紙ももらわなかったりするけど、うん、自分でこうやってアイデアね凝らしていくとおしゃれでいいですね。そうで、うん、簡単なんで、うんうん、ホッチキス1個だけちょっと探してみましょうホッチキスメインなんですか。やっぱホッチキスは重宝するんだなっていうことを、ね、うん、便利ですね。そうそうそう、うん、ということで、どうぞということで渡されましたけど、まあでもいろんなアレンジをしながらもね、うん、気持ちがこもっていれば。そうですよね、うんうん、なんか子供と一緒にあえたちっちゃいな、ちょっと私も焦げちゃったクッキーとかも、うん、ああやってラッピングしてあげるとみんな喜んでくれるかもしれない、うん、ね、子供も喜びそうですよね。ここまでしてくれたんだって、うん、ね、ちょっと不器用なとこもいいじゃないかみたいなね。そうそうそう、ね、いいね、うん、そういうの懐かしいあれいやなんかもうちょっと遠のいていたのでね、あまりにもバレンタイン行事から、うんうん、ちょっと根本から考え直そうと思いました。根本からですか。根本からね、まずチョコを練りますわ。はいはい、ということで皆さんもいろんなアレンジラッピング楽しんでみてください、はい、ミカちゃんに教えていただきました。はい、さあ続いてママテレシピのコーナーです。今回バレンタインにちなみまして、レンジで簡単チョコサラミご紹介します。ね、明日バレンタインということでね、まあでも何よりこう血糖値も気にせずチョコ食べられるってすごい幸せなことだ気にした方がいいんじゃないですか。ほら気にした方がいいけど、美味しいものを美味しい時に食べられるって幸せなことだなと、まあそうですよね、私思いました。間違いないです、ね、間違いないということで、今回も美味しいお店をまみちゃん紹介してください、はい、チョコレートもですが皆さんナポリタンも頬張ってください。大好き。今回ご紹介するのはですね、宮崎市柳丸町にあります鉄板ナポリタン専門店デラナポリです。デラナポリ、はい、お店なんですが店内でも食べられますし、もちろんテイクアウトもできるんですね、うん、でいろんな種類があるんですけれども、まずは懐かしい定番のナポリタン、とろっとろの半熟卵のナポリタン、皆さん外せませんね。いいね、いいでしょう。いい、これをいつ割るのか、ね、とかどこと溶かしていくのか、ねね、うわちょっとね、太いのがいいよね、こういうのはね、うん、はい、鉄板ジュージューね、懐かしさ全開です。でこのナポリタンにも種類がいろいろありますので、ご家庭で、ご家族で食べるときにはそれぞれ皆さんいろんな種類のナポリタンを楽しんでもらう。おしゃれなナポリタンがある、ね、海のナポリタン、いやだ何が、シロさんダブルチーズナポリタン、いやだリアクションだけになってますけれどもナポリタンだけじゃないんですよこのお店、おにぎりもね自慢なんです。ライスサンドという形で販売されてるんですが、定番のツナマヨから鮭明太マヨ、エビカツ、ハンバーグなど種類が豊富だし、こうやって切ったら断面がまた映え、これは嬉しいね。そう、皆さんもナポリタン、そしておにぎり囲んでワイワイしてくださいね。はい、ということで今週のママテレはシローパパと一緒にお送りしてきました。
まあ本当に2月は逃げるって言いますけど、はい、まあ、3月までバタバタとしてもうね、新年度新学期スタートってなっていくのかな、うん、まあ、今年本当にね、新しい年になってもまだまだ大変さは続きますけど、そうですね、春は必ず来るなと思うんですよ、ね、いい春にしたいですよね。そうですよね、なんかやっぱこう自粛自粛っていうところで、やっぱこの先が見えない不安っていうのも今からこう新入生とかね、たくさんあるんじゃないかなと思いますけど、それはやっぱこう大人たちがこう見守ってあげて、過ごしやすい、ね、生活をこうさせてあげれるように頑張っていかないといけないなと思いますけどね。そうですね、美香ちゃんもね、お兄ちゃん大学に進学で、だからもうこの状況も不安ですし、大学も不安だし、でも私が不安だったら子供はもっと不安になっちゃうので、うん、もう春よ来いっていう気持ちでいます。ああ 今ちょっと不安になりましたね最後の最後でちょっと不安になりました、ね、そうですね、私たちからすると、うん、トークが着地するかなっていう不安がちょっと若干本当いろんな不安持ってていいと思います変えたな意見を変えたなまあでもね、どんどん子供たち、ね、あんなにちっちゃかった子供たちもどんどん大きくなるしで、いや本当に服のサイズから靴のサイズからなんか年々変わっていくのに成長感じますし、ね、でも皆さんがおっしゃったみたいに不安な中ですけど、今日教えてもらったこと、ラッピングしかり、お弁当の方法しかり、ちっちゃい喜びを自分が喜んでることで子供に伝わればなって思いますね。ということで私はまずは、制服のテカリを取ろうと思います、はい、いろんなグッズを活用しながらね、また春に向けて皆さん明るく楽しく準備していきましょうね、はい、また白パパには来てもらおうと思います、はい、楽しみにしてます。ではまた次回元気にお会いします。ではまた次回です。さようなら。白パパのスープジャー、あんかけ焼きそば美味しかったあ、食べてる食べよう